ちゃんと 120 字以内で説明できる人挙手してみな。 そんなこのもんか。 こんなこと本物か。うるせえ。まだセリフ終わってねえんだ。お前らが知らないのは分かるけど、このメンバーの中で知らない奴がいるわけないよな。ファンク知ってる奴挙手。どうしたどうした。どうした知らないのか。ちょっと前に出てきな。 オドゥーだよろしく。かわいい。おドゥー、ファンクわかんないって言ったけど、ファンクわかんないのか。まあわかんないけどな。そうか、そうか。ファンクわかんない。そうか。お前らもファンク知らない人が多いと思うから、ちょっと聞いてみて。ファンクって言ったって、どんな曲でもファンクになるんだ。そう、例えば、ジブリの曲だってファンクになる。マジか。ああ、そうだ。なんか好きなファンクの曲言ってみな。千と千尋のいつもなんとでも。
なんで打ち合わせと違うこと言うんだよ。いいぞ、歌ってみろ、じゃあ。呼んでいる胸のどこか。あー、待て、全然ビートがなってない、全然ソウルがないじゃないか。そんなのファンクって言わない。他になんかジブリの曲ないのかな。ゲド戦記の、ちょっと待って、なんでそれ言うの。知らねえよ、それ。ペルーの、絶対聞いたことあります。いや、知ってるけどね、曲を知ってるとかじゃなくて、まあいいや。じゃあ歌ってみればいいじゃないかよ。心を何に例え。あー、もう全然ダメだ、全然ソウルがなってない。あー、もう他にジブリの曲ないのか。ちょっとそろそろ。トトロか、そうか、トトロか。あー、トトロわかんねえよな。トトロ、いや、トトロか。じゃあトトロ歌ってみな。トトロ、トトロ。全然なってない、もうわかると思うけど全然なってないんだ、全然ソウルがなってない。他ないから。ポニョ、ポニョ、早く、雑になってない。全然ソウルがなってないな。全然ソウルがなってない、全く。そんなんじゃ全然ファンクになってねえよ。俺がジブリをどうやってファンクで歌うか教えてやるよ。さあ、聞いてくれ、ジブリファンクメドレー。誰が癖じゃん。バッバッツーゲットダウン。バッ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 
get the time to wait. I'm gonna keep on dreaming. To the one that it comes to this journey. します。 それはなぜか？怖い！それはなぜか？怖い！それはなぜか？怖い！それは香織さん、あんたが怖いからだよ！さあ、みんなだって怖いだろ？香織さんの反感があったらもう大人は亡くなっちゃう。出れなくなっちゃうんだよ。そうだよな。怖い。あれ、みんなも怖いって言おうぜ。怖い。そうだよな。だけど、俺気づいちまったんだ。本当に怖いのって爆弾なんじゃないの？
怖い。みんなもこうやって言おうぜ。怖い。かおりさんがいなくなっても大人はなくならないけど、爆弾が落ちてきたらここみんな吹っ飛んじゃうんだよ。怖い。みんなもこうやって言おうぜ。怖い。爆弾怖い。怖い。爆弾怖い。怖い。爆弾怖い。お前たちに給食が持ってきた爆弾落としてやるぜ。カズサルで会いましょう。